ドン！ということで、男子ラフトーキング、友成よひとでございます。さあ、今日も削っていきましょう。スクラッチチャレンジでございます。いきましょう。今回削るのはこちら。前回に続きまして、はい。ワンピーススクラッチトリプルマッチルフィ&ゾロ編ということで、左の赤枠の中すべてを削ってください。A、B、C、どれでも横一列に同じ絵柄が3個出れば当たりで、その絵柄に応じて右の当選金が受け取れます。横にね、3つ並べばいいと。A、B、C。最高で1000万円、そして100万円、1万円、5000円、1000円、200円となっております。今回は2枚。2枚いきます。この2枚に全てをかけます。さあ、はい、行きましょう。横一列なんでね、もう2個目で、あれがね、あ、来た。グー。3等の1万円。で、リーチを残して、まず下に行きましょうか。海賊来てましたよ。来た。これは1等の1000万円リーチ。で、先に C 行きましょう。おー、刀。刀、刀。刀は2等の100万円。1万円か、100万円か、1000万円か、0円か。1万円から行きましょう。残念。じゃあ100万円行こう。1000万が出るからね、100万円は外れます。まあまあまあ、これで揃えますから。1000万円の瞬間が見れます。ね。骨。さあ、じゃあ本日ラスト行きましょう。さっきのなんかリーチの仕方がすごくドキドキする感じ。これもうすでにダメだ。ああ、だから後ろからっていうパターンか。後ろから削ってみようか。後ろからグー。もう見えてる。ダメだ。ふわっとしてるなぁ。ああ、ダメだ。なるほど。ということで、今回は2枚削りまして、残念、残念という結果になりました。ルフィ&ゾロ編ですよ。ゾロかっこいいな。残念。ということで、次回もまた削っていきたいと思います。はい。男子ライフトーキング、お相手は友成よひとでした。またこのチャンネルでお会いしましょう。バイバイバーイ。映画見に行こう。